航空写真ストックトンはアメリカ合衆国カリフォルニア州内の都市でアリサンホアキングの軍庁所在地であるカリフォルニア州財務局によっての2005年の見込みによるとストックトンは人口279,513人でありカリフォルニア州内で13番目に大きな都市であるストックトンはフレズのサクラメント及びベイカーズフィールドに続き カリフォルニア州内で4番目に大きな内陸都市でもある。周りは肥沃な農地に囲まれており、果物缶詰やぶどう酒、酪農製品などの食品工業が盛んである。かつてはトゥーリーバーグという名前であったが、1847年に合衆国海軍のストックトン提督にちなんで改名。ゴールドラッシュ時には物資の補給基地として重宝された。 犯罪率が高く全米で最も危険な都市の一つである。漢字の当て字は種子ストックトンは北緯37度58分整形121度18分、北緯37.967度整形121.300度、37.967-121.300 37. に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、 この都市は総面積144.9平方キロメートルである。このうち141.7平方キロメートルが陸地で3.2平方キロメートルが水地域である。総面積の2.22%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査でこの都市は人口24万3771人七万百五十六世帯。 および5万6167家族が暮らしている。人口密度は1720.4平方キロメートルである。579.0平方キロメートルの平均的な密度に8万2042件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人43.26%、アフリカン・アメリカン11.25%、 先住民1.12%、アジア19.90%、太平洋諸島系0.40%、その他の人種17.31%、および、根結6.76%である。ここの人口の32.50%は、ヒスパニック、または、ラテン系である。 78,556世帯のうち40.8%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、48.1%は夫婦で生活している。17.3%は未婚の女性が世帯主であり、28.5%は結婚していない。22.9%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、 8.6%は65歳以上で、独身である。1世帯の平均人数は3.04人であり、結婚している家庭の場合は、3.59人である。この都市内の住民は32.4%が18歳未満の、未成年、18歳、以上24歳以下が11.0%。 25歳以上44歳以下が27.4%、45歳以上64歳以下が18.9%、及び65歳以上が10.2%に、渡っている。中央値年齢は30歳である。女性100人ごとに対して男性は95.0人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.0人で、ある。 この年の世帯ごとの平均的な収入は35,453ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は44,34ベ米ドルである。男性は35,181ベードルに対して、女性は26,602ベードルの平均的な収入がある。この年の一人あたりの収入は15,405ベードルである。 人口の23.9%及び、家族の18.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の32.8%及び65歳以上の11.9%は貧困線以下の生活を送っている。ストックトンは、高等教育のいくつかの施設の本拠地である。それらは、サンホアキンデルタコミュニティカレッジ、ハンフリー、 エスカレッジアンドスクールオブロー、及びパシフィック大学が含まれる。2012年6月28日、ストックトンは連邦倒産法第9章の適用を申請した。ストックトンはサンフランシスコのベッドタウンであるが、不動産価格の暴落により、市の財政が長年にわたり、不振が続いていたとされており、財政破綻したアメリカの自治体としては、 人口規模で、それまでで最大のものとなった。ストックトンは6つの国際的な姉妹都市提携を結んでいる、ハットアメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。 2012年6月28日付シティオブ・スタクトンニュースリリースシティオブ・スタクトンファイルズ4チャプター9番クラプシープロテクション2012年6月29日閲覧ロイター2012年6月29日閲覧ありがとうございます